マッチ棒パズル、正しい等式を作る脳トレが全部で6問、おまけ問題付きです。では始めましょう。第1問、マッチ棒を1本動かして正しい等式にしてください。正解は6+3=9 となり、正しい式になりました。第2問、マッチ棒を1本動かして正しい等式にしてください。正解は6+2=8となり、正しい式になりました。第3問、マッチ棒を1本動かして正しい等式にしてください。正解は16-3=13となり、正しい式になりました。第4問、マッチ棒を1本動かして正しい等式にしてください。正解は9-0=7+2=9となり、正しい式になりました。第5問、マッチ棒を1本動かして正しい等式にしてください。
正解は すると6÷4=9÷6=1.5 となり、正しい式になりました。第6問、マッチ棒を1本動かして正しい等式にしてください。正解は、すると53=69-16となり、正しい式になりました。おまけ問題です。マッチ棒を1本動かして正しい等式にしてください。この問題が解けた方はコメントをお待ちしております。なお、他の動画でこの問題の解説をしていますので、終了画面または概要欄の URL からご覧になってください。